アーグラ城塞は、インドのアーグラにある、ムガル帝国時代の城塞。赤サ岩ンで築かれた城壁の色から、赤い城の名がある。ただし、デリーの城も同じく赤い城と呼ばれ、単にインドの赤い城といえば、通常はデリーの方を指す。デリーからアーグラへの遷都に伴い、皇帝アクバルが1565年に着工して1573年に完成した。 その後、ジャハーン・ビール、シャージャハーンまで三代の巨匠となった。アウラング・ゼーブが兄弟間の後継者争いに勝つと、父であるシャージャハーンをタージ・マハルの見える城塞内の囚われの塔に遊兵して、デリーに移った。外側から見ると、赤サガン主体の赤い城であるが、木内の宮殿には白大理石も多用されている。ムサンマンブルジの内壁や床は、 何学的な装飾が施された白大理石でできている。1983年にユネスコの世界遺産に登録された。白大理石でできた無ンマンブルジ地図この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。見学できる遺跡見学できない遺跡。ありがとうございます。